どうもマリオです。皆さんエオリアンハープの演奏動画と解説動画見ていただけたでしょうか。大変好評だったんですけれども、重力奏法で弾くショパンエチュードオーパス25の1エオリアンハープ、その動画内でも告知してるんですけども、せっかくね、皆さん和声のチャンネル始めたので、テクニックの解説は、重力奏法の動画でしてるんですけども、和声の解説もね、ちょっと合わせてやったらどうかなということで、ちょっとエオリアンハープの和声の解説をしたいかなと思いますね。初めてのこれも試みですけどね、テクニックだけじゃなくて、その曲の構造の部分とか内容の部分もを解説するっていう回ですね。ただ、その私の、動画を初めて見て、なんて言うんだろう。そこで和声に興味を持って、動画を視聴されてる方は、ちょっといきなりは難しいと思うので、お勉強するというよりは、ああ、こんなもんなんだなっていう、こういう、和声ってこういう感じなんだなっていう、ちょっと気楽な感じで、ブルグミュラーはお勉強するようにこれからもやっていくんですけども、実際の曲にはめたらこうなるよっていう感じ、その雰囲気だけつかめればいいと思うので、無理に、ものすごい一生懸命お勉強しなくて全然わからないみたいな感じになっちゃうかもしれないんだけど、そこはね、最初わからなくてもいいので、こんな感じなんだなっていうところさえ掴んでもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと気楽に見てほしいですね。で、実際エオリアンハープ弾く方に関して言えば、和声はわかってないといけないと思いますね。全部の和音を把握した上で弾かないと、やっぱり表現誤っちゃうねっていうことになるので、この曲を弾かれる方に関して言えば、すべて和音分析した上で、望むのがよろしいかなと思いますね。で、ショパンの和声っていうのは、あまり言われないことだと思うんですけど、私は結構ね、モーツァルトとかベートーベンに匹敵するぐらいの和声の力は持ってたんじゃないかと思うんですよ。で、実際に、マズルカとかってちょっと大砲的にできてる部分があったりとか、他の曲もね、ちょっと大砲っぽいねっていうところもあるし、そもそも調整音楽、何調とかって明確につく音楽なんですよね、ショパンって。なのにもかかわらず、何調だかよくわからない箇所が結構あるんですよね。無理やり分析すればつけられるんだけど、これ何調に言ってんのっていうのが、ちょこちょこあるっていうのは、ちょっと調整音楽、ロマン派にしてはちょっと珍しいなというふうに思うんですよ。で、その理由は2つあります。この人は和声に関しては癖があるんですよ。で、1つは、タイだとか、いろんな理由で、音を補足して解決を遅らせてるんですよね。解説を遅らせているだけじゃなくて、遅らせたものを解決しないで別の和音にしちゃうとか、未解決のまま進むんですよね、結構。だから和音が、綺麗な3和音とかでバーンと終わるんじゃなくて、終わらないうちに次の和音が入ってきて、また終わらないうちに次の和音が入ってきてみたいな話になって、一向に解決しないみたいなことが起こるんですよ、この人のね、曲って。で、なぜそうするかっていうと、そのスッキリした和音にしてしまうと、そこで終わってしまって、そのすごい安定感がそこで生まれるわけですよ。和声の性格上、複雑なものから、スッキリしたものへ解決すると安定するわけですよ。だけど、この人って、
ショパン自体がそもそも結構不安定な方なんですよね。不安定な人っていうか、微妙な気持ちの揺れ動きだとか、不安とか恐れとか嫉妬とか、ね、その猜疑心とかそういうものを表現するときに、そのスッキリした和音はあんまりいらないんだと思うんですよね。どちらかというと、その連結の弱い和音を結構好む傾向にあるんですよ、この人。だ、一度上に何か乗せてたりとか、五度上に何か乗せてるみたいなシーンが結構多かったりとか、その連結としてはちょっと緩いんじゃないのって、でもその緩い、その連結だからこそ、その微妙な色合いが出てくるっていうか、何調だかちょっとよくわからないんだけども、その色合いが複雑で綺麗だよねっていうタイプの和声なんですよね。だからそのモーツァルトとかベートーベンとかみたいにこうスパンとこういってるような和声ではないし、がっちり組まれてるってわけじゃないんですよね。全然がっちり組んでる感じじゃなくて、危うい連結っていうか、ちょっとね、怪しい連結と言えばいいのかな。まあ一応連結はする和音になってんだけど、あ、そう来るね、みたいな感じが受けますね。それともう一つ理由があって、その、異名同音って よく言われると思うんですけど、まあ同じ、例えば、これが、ラの、まあ、このエオリアンハープでも出てくるけど、ラのフラットなんだけども、これがそのシャープに読み替えたりとかするんですよね、この人。で、わざわざシャープ調で書けるのにフラット調で書き換えたりとか逆もあるんですよね。フラット調で書けるのにシャープ調にしてるとかっていうことがあって、まあ、その読み替えが結構難しいというか、まあ読み替えればいいって言えば、読み替えればいいんだけど、その、ちょっと複雑なんですよね、その読み替えの感じっていうか。なんか全部フラットで書いてくれればそんな難しいことなかったのにとか、って思うんだけど、まあそれはやらないんですよね、この人で。まあ、進めていけばわかるんですけど、なので、まあちょっとその、これから、今から和声を始めましたっていう人は、まあ、気楽に見ていただければいいかなと思いますね。で、一応音階だけ確認しておきましょうか。この曲は、フラット4つの変異調調です。もう変異調調で紹介されるぐらいなので確定ですよね。で、フラット4つで、ラシドレミファソラの、まあ、フラットですよね。で、ドミナントが、ミ、フラット、ソ、シ、フラットですね。S、ゲ、ベ。これがドミナントになりますね。そこは押さえときましょうか。その、ラドミとミソシ。フラットの調三和音ですよね。だから、そこはちょっと押さえといてもらえて、変異調調の音階と和音、ドミナントの位置ぐらいは押さえておいてもらうと、まあ話が聞きやすいかなというふうに思いますね。それでは行きたいと思います。まず出だしなんですけど、これね、まあ一度ですよね。まあちょっとこれが、まあ、日和声音なんですけど、まあね、一度でずっと行くんですよね、これね。と、二段目も一度なんですけど、二段目は、ここね、三小節目に関して言うと、一度、ベースの音変わってないんですけど、アスの音で変わってないんだけど、上に乗ってるのが、5度ですよね。要するに属七、アスドゥアの属七、変異調調の属七が乗ってます。で、この音だけは、属9になるんだけど、9の、になるんだけど、
なので、まあ、そのメロディーラインが最初の一度のところで、まあ、非和声音って言ったんだけど、まあ、非和声音なんだけど、まあ、ほぼ和声音扱いみたいな感じですよね。こっちも和声音なので、まあ、あまり大きく逸脱はしてない非和声音っていう感じですよね。で、その後、まあ、異音があって、これは、一度の主音に解決するので、これがまた一度に戻るんですよね。綺麗な一度。だから一度全部、その機能上は、機能上は全部トニックなので、一度なんですよ。一度なんだけど、三小節目は、一度の上に5度が乗ってますよと。で、これ、ショパンの常套手段なんですよね。もう、毎回のように出てくるっていうか、とかに出てくるんですよ。一度のベース変わってないんだけど、その上の音だけドミナントにしてるっていうパターンはショパンはねすごいあるんですよ。で、これなんでそうしてるかっていうと、後ろにもっと後ろに大きなドミナントが来るんですよ。大きなドミナントが来るんだけど、そこに取っておきたいので連結のわざと緩いものを使ってるんですよね。なんかメロディーラインとして変化が欲しいので、一度のままずっと行くことはできないから5度使いたいんだけども、でも5度で、5度使っちゃうと、その、ベース音が変わってしまって重たくなってしまうんですよ。で、そうすると流れが悪くなるんですよね。曲の流れが悪くなるので、ベース音は変えないで、上の和音だけ連結を変えて、まあ、ちょっと緩い連結になるんだけれども、でも、緩い連結だからこそ、こう、滑らかに行くっていうこともあるので、そのドミナントをやっぱ使い分けてるんですよね。そこが、まあ、面白いっていうか、この人の、なんていうのかな、癖みたいなもんですよね。で、これね。これ、ナチュラル出てきますよね。これは、一度があって、一度の第5番目、5音ですよね。その 5音を情報変異させてるんですよね。要するに1個半音上げてる状態なんですよ。で、私、その前のブルグミラーで、その続音が、そもそも、ドミナントの状態で情報変異したり、下方遷移したりすることありえないって言って、たんですけど、その一度の場合は続音、まあ、この続音なんだけど、その変異調調の続音が、まあ、一度の場合は情報変異することは結構あります。で、これもね、露骨にすぐ転調するとかってわけじゃないんだけど、転調に向かう場合が結構多いですね。例えば、とか、これ、ベーモールに行ってんだけど、あと、とか、これは、デスドアに行ったりとか、あと、Sドアにも行けるんだよね。だから、この、続音が情報変異した時っていうのは、割と、そのすぐに転調しないまでも転調に行く可能性が結構高いですね。で、それに対して、この曲には出てこないんだけど、ドミナントの第 5番目の音が情報変異した時っていうのは、これはね、主音に戻ることが、主音っていうか、手話音に戻ることが結構多いので、あんまり転調しないと思いますね。しなくはないけど、その、ドミナントの第5音の情報変異に関しては、元の調に戻ることが多いんだけど、1度の第5音の情報変異に関しては、まあ、すぐに転調しないかもしれないけど、やっぱ続音がね、変異してるから、違う調に行こうとしてる場合が多いですね。で、実際この曲も違う調に行くんですよ、このままね。もちろん、調全体として見れば、借用なんだけど、でも別の調の和音を借用するので、やっぱりこれは転調の方向に向かってるんですよね。緩やかにね。緩やかにです。で、これね、例えば、完璧に転調するんだったら、ここを、ドミナントにするんですよね。他の調のドミナントに。この、ミの、
ナチュラルが存在するドミナントに、するんですけど、そうするとやっぱりさっきの一度上の5度と同じように、その完璧にドミナントにしてしまうと重たくなっちゃうんですよ。曲が重たくなっちゃうから、わざわざ情報変異のみの変更にしてるんですよね。そうすると、ここでドミナント使っちゃうと、すぐもう平行調に行かなきゃいけなくなっちゃうので、平行調 F モールなんですけど、この曲も2段目 F モールに行くんだけど、その、いきなりは行かないとこがショパンなんだよね。これ、例えば、その、ベートーベンとかだったら、多分ここに、平行調のドミナントを借用して、その平行調の F モールの和音をその次の小節に持ってくると思うんだけど、ショパンはね、ちょっと迂回するんだよね、やっぱり。ちょっと直接的にはいかないのよね、っていう。そこがちょっとじれったいといえばじれったいんだけど、そこがショパンのいいところと言ってもいいと、ちょっと奥手なんだよね。これは、アスドアの4度なんだよね。5小節目ね。この、ここ。これは、4度なのよ。だからこの段階では転調してるように見えないんだけど、これもう転調していて、これ、後ろ、答え言っちゃうと、後ろ平行調の F モールの1度に解決するんだけど、F モールの6度なのよ。で、6度に行って、この和音がね、決め手なんだけど、その5小節目の4拍目が決め手なんだけど、F モールの2度の7なのよ。2度7なの。2度のセブンスね。で、ここが、F モールの、ドミナントになるんだよね。この。で、これが F モールの1度。ドミナント。F モールの1度。で、ここが F モールの5度。だから2段目はもう F モールなの。 F モールに聞こえないけど、そのでももう転調してるのよ、すでに。だからこの情報変異があった時っていうのは、転調するかもしれないと思った方がいいと思いますね。かなりの割合で、借用にしても転調の方向に向かう可能性が結構高いです、曲によってはね。絶対そうとは言わないけど、結構な割合で変化を求めるから情報変異させるのであって、別に転調する必要ないんだったら情報変異させる必要がないので、変異させるってことは何らかの理由があるから変異させてるんですよ。だから動きが曲においてもあるかなと。で、それは演奏するときにも何か変化が起こってるなっていうふうに思わないと、たとえその和声の知識がなくて分からなくても、そもそも臨時記号がついてるっていう時点で、その主調、その調の音ではないので、変化する可能性があるわけですよ。転調する可能性があるわけだから、ちょっとやっぱそこは注意を払う必要があると思いますね。うん。で、6小節目。これね。これ微妙な和音なんだけど、これはね、その次の7小節目見るとわかるんだけど、7小節目は、レにナチュラルがついてって、で、8小節目は、これ属七なんだよね。そのアスドアの属七なんだよね。ちょっと、なんていうのかな、経過音とかは入ってるんだけど、そのこれ属七にで一応綺麗にアスドアの5度に解決するんだけど、属七解決するんだけど、その前のレはこれはS ドアの5度から借りてきてるので、ドッペルドミナントなんですよ。だからドッペルドミナントのその S ドアの前の2度の準固有和音なんだよね。
これ。もう一回言うよ、6小節目の4拍目はこれ。あの本来だったらファラドミのドがナチュラルで来るはずなんですよ。これ、まあ、の S ドアの2ドなんだけど、それが純恋ワンになってて、このそのチェスに引力を持たせてドッペルドミナントに誘導してるんですよね。で S ドアの5ドの属質、これをドッペルドミナント、アスドアのアスドアから見てドッペルドミナントに読み替えて、ドッペルドミナントは5度に行くための和音なので、アスドアの5度に行ってって、ここまでがワンセットなんですよね。だからここにあの大きい8小節目に大きいドミナントも持たせてるから、そのドッペルドミナント5度の形でも明らかに5度に来ますっていうのを持たせてるから、3小節目のドミナントに関しては1度上に置く必要があるんですよね、という流れなんですよ。わかりますかね。ちょっと難しいかもしれないけど、でもこれを言うのちょっとあの頭の片隅に入ってると、あの自分で和声を解いていくときに、和声を解いていくっていうか、その曲を楽譜を見て和声を見たときに、その、頭からみんなさ、楽譜を追ってくんだよね。これ演奏するときもそうなんだけど、でも大事なのは構造を理解することなの、曲の。だからドミナントがどこにあるか、ドミナントが重要な和音なんですよ。調整音楽において、3度機能和声において、ドミナントは最も重要な和音で、最も強力な和音なんですよ。で、そこが、それがどこにあるかっていうと、8小節目かなり薄、曲が始まって8小節もの間出てこないわけだから、8小節目に出てくるってことを理解した上で、その組み立てを、中の組み立てをしていかなきゃいけないんですよ、演奏のね。だから前から見ていって、クレッシェンドだ、ディミネンドだって、フォルテだ、ピアノだって言ってるんじゃダメなんですよね。だから、ドミナントに向かってどういうふうに計算して演奏していくかってことがとても重要なんですよ。で、次行きましょうか。次は形違いますけど、和声としては一緒ですよね、その。まぁ、ちょっとこう形違いますけどね。ちょっと、メロディーに変化を持たせてきたという感じですね。うん。まあ、これは経過的に出てきてる非和声音なので、あんまり気にする必要はないと思いますね。で、同じ。今度は普通の5度になりますね。さっきは、属質だったけど、これただの、5度なんですよ。なんて、F モールの5度ね。F モールの5度なんだけど、F モールの1度にはいかないんだよね、これね。で、何に読み替えてるかっていうと、その下15小節目ね。これ、波長調に行ってんだよね。波長調ドミナント。だから波長調1度に読み替えてんの。F モールの、の5度をこのドミソ波長調1度に読み替えて、15小節目はこれ波長調のドミナントで、波長調1度に解決してるんだよね、という流れなんですよ。まあそんなに遠い調には行ってるわけじゃないんですよね。波長調って調合全部落っこっちゃってるんだけど、変位調調からするとそんなに遠い調じゃないんですよ。平行調のドミナントの、調だから、そんなに遠くないですね。で、またここで転調しますね。今度は、この音と、この音が出てくるので、ドミソなんだけど、7音と9音が足されてるんですよ。で、この段階でもう調合ついちゃってますから、波長調では今度なくなるんですよね。ドミソなんだけど、ドミソ、シレに
調合ついてますから、調合っていうかそのフラットがついてますから、これは波長調ではありませんよね。じゃあ何に行くのかっていうと、これ F モールですよね。 F モールの5度の第一展開系、7の第一展開系ですけど、ここの音だけ9になってますけどね、和声音ちょっと入れ替えてますけど、F モールの5度の第一展開系になってて、そこから、1度に解決してるという。で、これ、F モールって言ったら、これ、レが、フラットになってるはずなんだけど、これは旋律単音、旋律的単音階か、旋律の単音階を使ってるので、上降するときにナチュラルにしてるんですよね。で、アスドアに戻ってきてますね。アスドアの、属七。属九。で、一度。ね、主調に戻ってきてて、で、次の段また転調するんですよ、これね。これはね、ドミソ、アスドアからするとドミソっていうのは3度になるんだけど、3度っていうのはあんまり使わなくはないんだけど、普通に連結させるときにパッと出てくるもんじゃないんですよ。なんていうのかな、反復進行で使うとかっていうことはあるんだけど、単発で3度を設定するってことはあんまりないので、ドミソが出てきてる、その、の、ラシドレミのラシド、これが出てきてる時点でもう転調疑わなければいけないですね。で、実際に、その後ろの3拍目、レにナチュラルがついてるので、調合1個落ちてるんですよ。だからこれは破単調になってるんですよね。フラットが、の、レが1個落ちちゃってるので、破単調ですね。変歩調調ではなくて破単調です。で、これは、だからその、アスドアの、3度なんだけど、これを、セーモールの1度の第一展開に置き換えてるんですよね。まあ一応連結できますからね、これね。セーモールから考えても、アスド、1度は、6度なので、これは連結可能なんですよね。で、そうね。で、これが、なんだこれは。2度なんだよね。4度じゃなくて2度の、7なんだけど、まあ、第一展開系から、ドミナントね、破単調ドミナントで、次が、これ、ミの調合落ちてるので、これは破調調1度に連結してるんですよね。だから、破単調に一緒行くんだけど、破単調から、波長調の一度に解決してて、で、これはね、ずっと、機能上は一度なんですよ、ここ。機能上はトニックなので一度なんだけど、一度の上にまた5度乗せてんですよね、これ。原質の、それ、属区の、波長調の属区の根音省略で、準固有和音なので、破単調のドミナントから借用してるんですよね。だから、シレファラのコーン省略で、ラはフラットさせてるんですよね。破単調のドミナントが取ってきてるので。だから1度上にある5度です。で、ここがすごいんだよね。この曲のすごいところ。一番すごいところではないんだけど、2番目にすごいとこかな。ここはね、同じ音なのよ。同じ音なんだけど、このアスの音、その属区のアスの音を、これ、ソのシャープに読み替えてんのよね。
読み替えると何調になるかっていうと、波長調から見ての平行調の異端調ドミナントになるんだよね。ここがまあ読み替えのすごいところ。だから弾いて、その聞いてる感じは違う和音には聞こえないと思うんだけど、ここで波長は確実に異端調だなって思うんだけど、その一瞬わからないんだよね。一瞬わからないくなってて、まあ最後のところで、まあ、ナチュラルがついてて、こうな、属質に変わるので、その高音が出てくるんだよね。高音省略してたのか、高音出てくるから初めてわかるんだけど、これ異端調のドミナントで、シャープ調に転調してくんだよね、またね。ここ、次が24小節目。これが異調調。で、異調調2度7。で、異調調ドミナント、属質ですね。ここまで異調調の和音なんですよ。ね、目まぐるしいでしょ？この4小節の間にさ、破単調、破調調、で、異単調、異調調って、一小節ずつこう転調していくわけじゃない。すごくない？この揺れ動き。だから、やっぱりこの目まぐるしい転調は、演奏にも活かさなきゃいけないんだよね。だから、目まぐるしく転調してるってことは、和音が完全な形では解決してなくて、どんどん変わってってるってことだから、その心の揺れ動きとか、その不安定な感じっていうのは出ないといけないんだよね。だから、ここピアノの箇所なんだけど、動きを持って弾かないと、やっぱちょっと、まずいかなっていうことと、その、これは重力奏法の解説でも言ってんだけど、そのスッキリした調に解決してるんですよ。単調の部分から。しかも、シャープ調に来てるっていうところから、この、ここはね、かなりソフトなんですよ。ソフトに弾かなきゃいけないんですよ。で、この曲、まあ、同じことを言うことになるので大事だから言いますけど、ここから、クレッシェンドかける人いるんですよ。それはね、ナンセンスですね。ちょっとセンスないと言わざるを得ないんですけど、やっぱり和声上を見ても、ここはどう見ても弱いんですよね。で、次の、ところから、クレッシェンドやっぱかけないといけないので、ここから早いのは良くないですね。曲としても和声としてもやっぱちょっとダメって感じがするから、ここは抑えた方がいいですね。和音の特性上、和音の並び上もそうしないとおかしいっていう感じがします。で、25小節目から展開していきましたね、この。で、これ、これが、レッド、ファーに、まあ、シャープついてますけど、これを求めるの難しいんですが、異調調のドッペルドミナントなんですよ。で、ドッペルドミナントなんだけど、まあ、ここも読み替えて、ドッペルドミナントから異調調の5度にはいかないんだよね。ドッペルドミナントから転調するんだよ。よね。これちょっとまあ、珍しいよね、やっぱね、ちょっとね。まあ、なくはないけど、ここのタイミングなんだって、ドミナントまで行かないで、その別のドミナントを借用して別のドミナントから別の調に行くっていう、技ですよね。で、どこに行くのかっていうとね、ここも複雑で、次、この、レとファのシャープを、やっぱこれもイメード音で、ミとソのフラットに読み替えて、フラット調に行くんだよね、で、これ何ですかっていうと、デスドゥアの5度なんだよね。デスドゥアの5度。で、デスドゥアの5度だから、デスドゥアに行きたいんだけど、ここで、勘のいい人はわかるはず。デスドゥアの1度はレファラのフラットが0年。フラットがついてるんだけど、これは、アスドアの4度なのよ。だから、実質アスドアに戻りたいんだなと、
ヨドゴドなんだよね。だから、デスドゥアのゴドじゃなくて、アスドゥアから見てのヨドゴドに連結してるんですよね。だから、次来るのはヨドじゃないかと思いきや、ヨドじゃないんですよ、これもね。和音上は、そのバスの動きは、これは、レは、レのフラットは、デスドアの一度で、これはヨドの、アスドアのヨドと言っていいんだけど、上に乗ってるのが違うんだよね。上に乗ってるのが、これ変化してきたね。レファラなんだけど、シが入ってるから、シレファラなの。レファラはあるんだけど、レファラはあるんだけど、シが入ってて、これはアスドアの、二度七の第一展開形なの。だから、ドミナン、ヨドゴドからヨドに繋がないで、ヨドのバスだけ使って、二度に繋いでってんのね。これ和声課題だと、本来は連結しないんだけど、うまく繋いでますよね、ここね。ちょっと変化させてきてるっていうか、単純な和音ではいきませんよっていうのが、さすがショパンっていう感じがしますけどね。本来はあんまりこういう連結しないですよね。ただまあ、その分散和音でいっぺんに出てくるわけじゃないので、できるとも言えるんですね。一音一音和音が出てくるから、入った瞬間は確かにヨドかなっていう響きになってるので、ただ、シのフラットがもうすぐ出てくるから、おっとっとっとってこれはヨドじゃないねっていう話になるんですよね。だから、レファラは入ってるから、連結としては可能なんだけど、シのレも入ってるから、2度の第一展開形の7になるんだよねっていう話。で、アスドゥアの一度の第二展開形。だから、私が前も言ってる強力なドミナントの一種だよね。一度の、第二展開形から、これを確実に、ドミナント5度に行くでしょうと。で、実際5度に行ってますよね、ここね。アスドゥアの属質なので、5度に行ってて、まあ、強力なドミナントなので、まあ、今まで不安定ですごく、目まぐるしく調整が変わってきたので、まあ、安定したところに、まあ、アスドゥアに戻ってきましたよっていうのは、やっぱ強調する必要があるので、この強力なドミナントをここに置いてるんだと思うんですよね。で、しかも、曲の盛り上がり、一番の盛り上がりの部分であるという意味では、強力なドミナントをここに置いておく必要があるんですよね。曲を構成する上で、曲を書いていく上で、必要な措置というか、重要なことなんですよね。超確定させる上で、まあ、最も強力なドミナントを置くことによって、アスドゥアということを強調しておくということなんですよ。で、その5度からトニックに解決するんだけど、1度じゃなくて6度に行くんですよね、この、で、これが、まあ、ファラドなんだけど、ファラドから半音上がって、これはまた別の調のドミナントになるんだけど、半音だけ上げて、これは、二度五度、要するに、ベーモールの五度なんだよね。ベーモールの五度なんだけど、ベーモールってまあ、Cのフラットレ、ファなんだけど、これが、まあ、アスドゥアの二度なんですよ。やっぱり。だから、二度五度なんだよね。二度五度を、まあ、ベーモールの五度借用して二度に行くと。アスドゥアの二度に行くと。いうことなんだよね。で、ここが、やっぱりこの曲の最も、多分、芸術的なところで、最初の二度の第一展開形が来たとき、これは、二度の7の第一展開形なんだよね。で、今度来るのが、今度、バスの音が、最初はレのシャ、レのフラットだったんだけど、これが、
米に、あの、市のフラットに落ちてるんだよね。その下がってるのよ。で、これ基本形なのね。で、ここが結構ポイントで、で、そして、これね。これすごいんだけど、ね、あの、純声ワンになってんだよね。だから、アスモールの、アスモールの2度になってんのよ。だからマイナスっていうかその和音になってんだよね。そうそうそう、マイナスね。だからその最初はアスドアの2度だ、2度の指定だったんだけど、そのここでアスモールの2度借用にしてるんだよね。で、これ何がすごいかっていうと、まずベースなんだけど、その2度の第一展開系から5度につなぐっていうのは、これはすごくその連結としては、あの、緩やかに連結してて、あの、滑らかなんですよ。だからメロディーの綺麗さとか、その流れとかっていうものを重視した時には、第一展開系の方が連結としては緩いので、あの、綺麗にメロディーがつながるんですよ。なんだけど、今度基本形持ってきてるんですよね。基本形っていうのは、ちょっと和音が第一展開形に比べると重いんですよね。重くて、連結としてはかなり強力な連結になるんですよね。だから、あの、ここぞっていう、その泣かせどころに持ってくるんですよね。とっておきなんですよ、基本形の連結っていうのは。だから、あの、緩やかな、あの、バスが跳躍してしまうので、あの、緩やかな連結、滑らかな連結ではなくて、ガシンとした、なんかね、すごい、あの、太い骨組みの連結なのね。で、それはもうここぞって時に使うものなんですよ。だから普段からバンバン乱発していいものじゃなくて、同じ和音なんだよ。同じ2度なんだけど、同じ2度なんだけど、その、乱発していいものじゃないんですよね。ここぞっていう時に基本形の連結を使うんですよ。それ以外は、あの、2度の第一展開形の方が綺麗にメロディーが聞こえるっていうか、滑らかにつながるので、ここをまず使い分けてるっていうところですよね。使い分けた上で、もう泣かせどころでフラットさせてくるんですよね、この音をね。そうすると、やっぱりちょっと、さらに、なんていうのかな、こう、センチメンタルというか、憂いを表現してると言えばいいのかな、その、心の動きというか、そういうものをうまくこう和声を駆使することによって表現してるんですよね。だからただの和音の並びじゃないんですよ、和声って。やっぱ和声っていうのはね、そのみんな結構和声って聞くと、まあ筆記のイメージがあるから、その学問の分野でしょ、演奏の分野じゃないじゃんと思うんだけど、和声とか大砲っていうのは音楽そのものなんですよ。だから特別なことじゃなくて、書いてあることを読めば、それは和声とか大砲になっていくものなので、その、音楽を知るってことなんですよね、和声を知るっていうのは。だから、勉強した方がいいというか、その、分かった方がいいんですよ、絶対的にね。その曲を弾こうと思うのであれば、確実にやっぱり自分の出してる音が何の和音なのかって分かってないと、その表現するのもやっぱトンチンカになっちゃったりとかするわけですよ。だから自分でこう思う、ああ思うっていうこと、こうしたい、ああしたいって思うことも確かに大事なんだよ。その楽を見て自分がこう表現したい、こういうふうに演奏したいって思うことは確かに大事なんだけど、そのあなたはね、演奏するって言ってる時点で表現者じゃなくて受け取る側なのよ、まず。その表現してるのはショパンだから、ショパンが表現者であって、私たち弾く側っていうのは受け取る側なので、あの、観客の方に近いの、どっちかって言えば。そこがね、とても大事なことなんですよ。だから自分が自分がっていう風に押していってしまうと、そのなんていうのかな、すごい押し付けがましい演奏になっちゃったりとか、独りよがりの演奏になっちゃってて、聴いてて辛いんですよ。わかります？言ってることわかるよね。だから、表現者である前に受け取る側なんですよ、私たちは。っていうことを
和声を知ることによってわかるわけですよね。だから、そういうことが大事なの。うん。だから、こうしたい、ああしたいを押し付けちゃダメなのよ。もともといるのはショパンの方が先だからね。うん。じゃあ先に進みましょうか。まあ、同じように5度に連結するんですけど、まあ、1度の第一展開で、で、ここがね、変わってきましたね。同じ5度なんだけど、ベースは、S の音をずっと補足してるので、機能上は、31小節目から、35万でドミナントです、機能上は。ただドミナントのこの S の上に乗ってる和音は変化してきますよね。でまずここに入ってくる32小節目、これはまあ現質の和音で、これはもう明らかに何かのドミナントですよね。ドミナントで、これベーモールのドミナントなんですよ。ベーモールのドミナントなので、2度、5度なんだけど、ここはね、まあ2度に、2度に解決すると言っていいのかな。まあでも、5度上の、ドミナントなので、ちょっと違うんですよね。ドミナント、常にドミナント重ねちゃってるから。で、ベーモールの5度。で、ここは、ここに乗ってはいる。S に乗ってるけど、一応解決してますよね。で、この音なんだけど、この次の拍ね。これね、このベースの音、S を入れちゃうと、5度に聞こえるんだよね。アスの5度に聞こえるんだけど、そのベースのその S を除いた場合、経過音としてこう進んでいくんだよね。ベーモールの、これだったら、フラットになったらベーモールなんだけど、次の音で進んでいきたいんだよね。だからまあ、音としては、アスドアの5度なんだけど、まあ、経過的に現れてる音みたいなイメージなんですよね。どちらかというと、旋律的な、ベーモールの、旋律的単音階の、ゲーの音。だから、ゲスに、調合が落ちて、ナチュラルがついて、ゲーになって、第7音の、同音から、こう、ベーモールの一度に解決するためのものなんだけど、そこもベーモールではいかないんだよね。そこまで行こうと思うんだけど、途中で変えちゃうのよ、ショパンって。移行しようと思って、綺麗な和音に移行しようと思ったら変えるんだよね、そこを。だから、ショパンの音楽って、その大爆発しきらないで終わっちゃうところが結構あるんだけど、その、ホルテって言っても、なんかちょっと爆発しきらないなみたいなのは、その途中で道を変えちゃうんだよね。ここまで行ったらこの調なんだけど、いやいやいや、ちょっとこっちみたいな感じで、こう、くねくね行くところが、まあ、この人の特徴で、まあ、優柔不断な性格って言えばそうなんだろうと思うんだけど、でもそれがこの人の音楽の良さっていうか、核の部分なんだね、コアの部分っていうか、これぞショパンっていう感じ。その綺麗な形にはいかないんですよって、意地でもいかないよっていう、綺麗なスッキリした和音には意地でもいきませんっていう感じ。でも、その移り変わりが、かえって、その複雑な移り変わりがかえって綺麗に聞こえるんだよね、それがまたね。いろんな色が混じってて、色彩豊かだな、みたいなね、感じに移るんですよ。で、まぁ、次行きましょうか。まぁ、結果的に現れてきて、これは、次の音見るとわかるんだけど、これは、破単調の一度なので、破単調の続句なんですよね。続句で、続七。だから、破単調ドミナント。だから、みたいな感じ。
半、だから半音階になってんだよね、これね。あの、和音で繋いではいるんだけど。で、半音階で来てんだよ。だから半音階で繋いでる。反復進行と言ってもいいのかな、これね。うまくできてるよね。その、ドミナントとトニックをうまく連結させて、5度1度、5度1度なんだけど、全部違う5度1度を繋ぐことによって、なんていうのかな、和をメロディーにしてるっていう、それをメロディーにしてるっていうか、だから、和音上は半音なんだけど、みたいな感じで来てるよね。で、ここがまたベーモールの次。これはね、6度っていうよりは、破綻調6度っていうよりは、これも経過音的ですね。どちらかというと。で、これが、またベーモールの2度5度なんだよ。2度5度。だからベーモール、アスドゥアの2度5度だからベーモールのドミナントね。ベーモールのドミナントで、次なんだよね。普通、ここまで来たらさ、やっぱり綺麗にベーモールの一度に解決したいじゃん。したいんだけど、しないんだよね。やっぱしないのがショパンなんですよ。ベーモールのドミナントから、ここ、次35小節目ね。ベーモールの俗句から、レの音が、普通ベーモールだったら、ですなんだけど、でに変わってるから、これはね、ベードワの一度なんだよね。一度なんだけど、今度、ラのフラット出てきてるでしょ？だから一度じゃなくって、これはね、Sドワの5度なの。Sドワの5度なんだよね。だから、ベードワの一度をSドワの5度に読み替えて、7音つけちゃったっていう、ここで、瞬間的に読み替えてるんだよね。本来はすぐには連結しない調なんだけど、すぐに連結する調ではないんだけど、もう、その、はしょってるんだよね。はしょってる。その、ベーモール一度はしょった状態で連結してるんですよね。本当は、ベーモールの、ドミナント、ベーモール1度で、ベーモール1度でこう行くはずなんだけど、だからこのベーモール1度はしょってんだよね、やっぱね。だからベードワーの1度なんだけど、9の、7の輪をつけてるから、これは S ドアの5度なんだけど、 S ドアの5度っていうのはさらに読み替えて、アスドアのドッペルドミナントになるんですよね。だからここはアスドアのドッペルドミナントっていうのが正解なんですよ。何個読み替えましたっていう感じだよね。なんかそのすぐに連結しないんだけど、瞬間的に、まあ可能っちゃ可能だけどねっていう、そのバーンとすごい飛ばしてるんだよね、和音を。でも可能な連結なんですよね、これね。で、アスドゥアのドッペルドミナント、つまり、エスドゥアの、続七。で、やっと出てきましたね。アスドゥアの、まあ、ちょっとこれは純恋和音だけど、続句の純恋和音だけど、まあ、続七と言っていいでしょ。アスドゥアの続七で一度に解決する。っていうことなんだよね。で、実を言うと、ここで曲は終わりなんですよ。重力奏法の動画でも言ってるんですけど、ここから先はコーダなんですよね。コーダなので、最後の、まで一度なの。ずーっと一度。ずーっと、低音アスなんだよね。アスで、
もうだからここのドミナントが4小節、1、2、3、4、5小節にわたってドミナントなんだよね、ここ。31から35まで5小節ドミナントなんだよ。だからここまで強烈にドミナント引っ張ってきてるから、もうこれは一度に解決するっていう、ここが終わりなのよね、曲の終わりなの。で、あとコーダ。なるので、和音はいろいろある、いろいろないか。5度しかないね。だから、その、ここが1度上の5度ね。でも1度なのよ。機能上は1度で、1度の上に乗っかってるのは5度っていう感じ。ここもそう。あとはもうずっと1度ね。まあでもここはちょっと和音入れ替えてるね、入れ替えてるけど、とは言っても一度なんだよね、やっぱり、うん、S の音だけど、これは属質とかそういうものではなくて、その属音なんだけど、ドミナントの機能を持ってないんですよね、これね。1度ね。で、で、ここで最後ドミナント出てくるのよ。小さいけど最後曲が終わるときにドミナントが出てきて、で終わっていくんだよね。だからまあここの31から35がおそらく最も作曲する上で力を入れたところで、和音の連結もかなり考えたと思いますね。そのメロディーは先に決まってたと思うんですよ。で、行くメロディーは先にできてるはずなんですよ。ただその下に何を連結させるかっていうのはかなり悩んだと思いますね。だから、ショパンって、例えばベートーベンなんかっていうのは、これベートーベンの回が来たら、しっかり説明しますけど、その先に和音を組んでるんですよね、ベートーベンって。和声勉強すると多分わかるんだけど、その、例えば、自筆譜とかを見たときに、ファクシミリとか見たときに、まあ、その人の書き方とかわかるんだけど、メロディーが先なのか和音が先なのかみたいなのは結構わからないんで、と思うんですよね、それ見てもね。だけど、その、ショパンっていうのは、その、下の連結を複雑にあえてしてるのは、それメロディーが先できちゃってるもんだから、そうなっちゃうんですよね。でも和音を先に連結しようと思うと、こういう複雑な連結にはならないはずなんですよ。複雑っていうか、その、未解決で進んでいくっていう風にはならないんですよね。普通はね。だから必ず、その、複雑な和音、スッキリした和音、複雑な和音、スッキリした和音で、いかないと、やっぱり、その、和声を設定する上では気持ち悪いので、その、もし、その和声を設定してからメロディーを考えてるんだったら、こういう曲にならないんですよ。だけど、メロディーが先にもできちゃってるから、和声を連結させた時に、こうせざるを得ないっていう感じっていうか、結構その作り方としては苦しいところもあると思うんだけど、そのかなり悩まないとグッとくる連結にはならないんですよね。だから最後のドミナントは決まってると思うんですよ。ここでドミナントだっていうのはメロディーができた時点で決まってるんだけど、その中の連結に関しては後からやっぱり付け足してると思うんですよね。ああでもないこうでもないって悩んでると思いますね。じゃないと、やっぱ説明つかないんですよね。だからやっぱり、ショパンってやっぱメロディーが綺麗なんですよ。メロディーが綺麗な作曲家だから、メロディーが先に出てきちゃうんですよね。出てきちゃうからそこに和音をつけていくっていう感じなんですよ。だから結構その突発的に考えてるというか、あまり時間かけてないんですよね。その曲を作るときに。だけど、そのドイツものの人たちっていうのは、その和音の連結の方をかなり重視してるので、
その、同じ和製の力があったとしても、先に和音を組んでるか、組んでないかによっては、かなり、その、違いが出てきますよね。計算して出してるなっていう感じが、和音を計算した上で、まあ、ここにナポリの2度置いてるなとか、ここはドッペルドミナントだとか、初めて出てくる形が後ろにあるとかって言った時は、前にそれ出してないはずなので、その、計算してるんですよね、やっぱりね。うん、だから、そういうのも分かってくると思うんですよね、その、和声勉強するとね。だから、そういうところをやっぱ意識してやっていくといいんじゃないかなと思いますね。ちょっと難しい話だったと思うんですよ。私の動画から和声を勉強した人に関してはちょっと難しかったかなと思うんですが、まあ、実際曲にはめるとこうなりますよということですね。次回はまたブルグミュラーに戻りたいというふうに思います。概要欄には、エオリアンハープの、動画、演奏動画と、技術的なね、解説動画のリンクも貼っておきます。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。